クレア・エリザベス・フォイは、イギリスの女優。ドラマ、ザ・クラウンのエリザベスに制約で知られる。ストックポートで生まれる。マンチェスター・トリーズで育ち、ランク・ゼロックスのセールスマンだった父親のために、バッキンガムシャー州のロングウィックに引っ越したが、8歳の時に、両親は離婚した。2008年に、ビーイング・ヒューマンシリーズで女優としてデビューし、2011年に、デビルクエストで、 映画デビューした。2015年、BBC2 のドラマ、ウルフホールで、ジョーアン・ブーリンを演じ、英国アカデミー賞女優賞ノミネートとなった。2016年から、ネットフリックスのシリーズ、ザ・クラウンで、エリザベス2世の若年期を演じ、ゴールデングローブ賞女優賞、全米映画俳優組合賞女優賞を受賞、英国アカデミー賞女優賞、エミー賞主演女優賞にノミネートされる。 2018年にエミー賞を受賞した。2021年にザ・クラウンシーズン4に回想シーンにて再登場し、プライムタイムエミー賞ゲスト女優賞にノミネートされた。俳優のスティーブン・キャンベル・ムーアと結婚し、2015年3月に娘を設けた。2018年2月、夫としばらく別居していることを明らかにした。ありがとうございます。